経験上できもしないことをできるという人の方が最初からできないという人よりも上司を満足させやすい気がします。なぜでしょうか。結局できないなら最初からできないと言った方がいいのではないでしょうか。と、できるかできないかわからないのと、上司はやりたいが先なんですよ。なので、やれないですって言ってる人と、やれるかもしれませんって言ってる人がいて、上司はやりたいときは、やれるかもしれませんの方を押すんですよ。で、押して、結果できなかったとしても、自分がやりたいと思ってるから、それを咎める気もないっていうので、できなかったとしても、別にそれがペナルティにならないっていうのがあるので、なので、上司の気持ちを読んで、先回りするっていうのが会社の中での立ち回りとしては正解なんじゃないでしょうか。